はい、G 加藤でございます。スクッと出しましたね。今ですね、こうシアトルセンターの支配を解除しまして、そうですね、他のエリアもちょっとこうやってね、どんどん開放していこうかなと思っております。なんかいろんなね、上のエリアも結構解決してるんですけど、まだいくつかやってないとこあるので、ちょっとこのね、両エリア、クイーンアンももうほぼ50%なのでね、ちょっとやってみようかなと思ってます。よし。これは傑作だな。いいな、これ。ここにも隠しカメラミッション。いい。この庭の反対側、これの反対側、これかな？はい。はい。ここか。よし。バイオテロリストが看板に超芸術的なグラフィティを落書きしてるぞ。あ、これ自分で言ってんの？してくれ。変ですね。看板に2回も落書きされるなんて。 DUP をすぐに派遣いたします。自分で言ってんだこれ。いやー、このオペレーターの人かわいそうですね。おし、お、来たよ。どこだ？ん？どこ？うわ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 、なになになに、うわうわうわ、え？でしょ。うわうわ、めっちゃいるめっちゃいる。うわ、よいしょ。というわけで倒しましたと。よっしゃ。おお、よーし、2個目もいけましたね。この帽子、これってほんと超最高だな。いやいや、メインちゃうじゃろって。それはオービタルドロップしようかな。ああ、あれね、光はロックされている。周囲のん司令部を追ってから。なるほどね。え、どういうこと？これをこれ行かなきゃいけないの？なんかすごい電波みたいな。行くか、じゃあ。これがあるとで光をってば、なるほどね。さっき行けなかったやつが行けるわけだ。最高。なんかいるぞ。おお、なになになに、おお、何がある？めちゃくちゃ撃ってくる、めちゃくちゃ撃ってくる。痛い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 、なになになに、めちゃくちゃ撃ってくる。ちょちょちょ、お、うわ、ちょ、
え、え、ああ、あ、やばい、死んじゃう。めちゃくちゃいるな。強いぞ、あの装甲車みたいな。これで。猫ちゃん、猫ちゃんですね、これは。猫ちゃんですね、これは。あ、魚がいるからね。猫がこう取ってるみたいな感じにしたいわけだ。なるほどね。魚狙ってるわけね、ここの。そうでしょう、どうせ。お、どうなんのよ。悪くないな。なあ、なるね。はい、なんだ、なんだ、なんだ、お前。あんた大した男だ。本当？よし、借りようって。めちゃくちゃリアルだな、こいつ。はい。私でございます。はい。え、見てる？片男。ダッサいよね。フラッグマン。フラッグマンだ、そんなに。え？本当にごめんなさいね。ごめんね。いい、いいじゃない。こっちはぶつかってる。なるほど。スナイパー。デルシー、悪い。待たせたな。おお、お兄ちゃん。わかったぞ。あのバイオテロリストだが。たった今聞いた。うん、それとバーで始まる言葉使うなよ。なんで？ドローンを。ドローンを。燃やしゃ燃やしゃ待ち燃やしゃ早く当たって当たって。どう呼ぼうと構わないが、とにかく奴を探し出して、オーグスティンについて聞いてみるぞ。んで、パワーもいただく。ああ、わかった。そしてパワーもいただく。絶対うまくいくって。ああ、ブライアと5番通りで死人が出た。うん。見てきてくれ。だが頼むから、くれぐれも目立たないようにな。なるほど。悪いコンジットもいるわけだ。ここがね、ってことはまあ近いか。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。ここは何？なあ、デルシー、事件現場には必ず警官がいるはずだ。いいか、はい、DUP じゃない。俺はお前をサポートするが、警官は。わかってるって、気絶させればいいんだろう。おやすみだ。回復するらしいんで。あ、これ見たことあるよ、この緑の。ああ、殺害しちゃった。え、どうしたらいいんだよ。どうしたらいいの？どうしたらいいのよ、これ。ここに来て。目立たないようにしろって言っただろ。どう始めたんだ。どうしたらいいの？みんなバイオテロリストを嫌ってると思う。みんながコンジットを嫌うのは洗脳されてるからだろ。それか人を殺すからじゃないのか。それはそういう状況に追い込まれて仕方なくやってんだよ。どうしたらいいの？警官殺しってめちゃくちゃやばいんじゃないの？大丈夫。どうしたらいいのよって。なあ、デルシー、事件現場には必ず警官がいるはずだ。いいか、DUP じゃない。俺はお前をサポートするが、警官は。わかってるって、気絶させればいいんだろ。言われた通り、警官たちを素通りした。よくやった。せっかく煙の力があるのに使わないでどうすんだよ。ああ、まったくお前らしいな。オッケー、死体を見つけた。これはコンジットの仕業だな。すごく派手だ。
よし、なんかある。じゃあ事件現場の写真を撮って俺に送ってくれ。手がかりになりそうなものをな。どういうこと、どういうこと。ほら、傷の写真。ああ、ここに人がいるんだ。これどんな力でやられたんだ。爆発かな、それともレーザー。ああ、肉を食らう死の術とか。そんな技吸収できたら最高じゃね。出るし、純血のコンジットの仕業だったとしてもお前がパワーを吸収できるとは限らないんだぞ。けどもし成功したら最初に狙うのは旗男って名前つけたやつだ。お前、そのことはもう忘れろ。オッケー、写真送るけど、こいつ瞬きしたかも。兄貴、サイレンの音がする。ああ、今調べてる。DUP がそのエリアを閉鎖した。シアトル警察には警告しておいた。きっとコンジットだな。見てくるよ。アラート、さすがに。うわー、めっちゃいる。あら、綺麗ね、ここ。このコンジットのスタイルはすごいな。うん、おしゃれっていうか、病気だ。オーケー、じゃあ次は。いやでも、綺麗。顔と傷。手間じゃなかったらな。よし。はい、送ったよ。次は傷な。傷？必要ない。写真がヒットした。ドラッグディーラーだ。山ほど前科がある。あたりにドラッグはないか。そいつが狙われた理由がわかるかもな。ドラッグ、これ？あ、これか。のお、何？ビーム。おい、なんだ？どうした？出るし、平気か？スナイパーを見つけた。あとを追う。気をつけろよ。それ聞き飽きたって。大丈夫。俺はお前と同じだ。いや、仲間だ。おう、移動してる。スピード落とせよ。傷つけないって。ねえ、追いつけなきゃ無理だし。早っ。止まれ。戻ってこいよ。じゃあまたな。捕まえたか。いや、逃げられた。しかもあいつめちゃくちゃ早かったぜ。コンジットのパワーだな。死の術なんかよりあっちの方が全然いいな。欲張るなよ。けど変だったんだよ。やつが撃つ前にさ、後ろのネオンが必ず少し暗くなるんだ。やつのパワーの源か。サインのところに戻って調べてみよう。なるほどね。あいつの技すげえよ、兄貴。レーザーかなんかかな。オーグスティンにたどり着いたときに、あれと煙の力があったら最高だな。落ち着け。まずはもう一度見つけないと。これか。よし、着いたぞ。何を探せばいいんだ。とにかく、スナイパーの手がかりになるものを探すんだ。よし。
まあ一つ分かったことがあるんだけどさ、あのスナイパーは実は女だってことだ。ほう、なんだってこれ兄貴にも見せたいよ。いかにも女の子の隠れ家って感じだぜ。あ、これブラジャーじゃないの？ちょっと、なんていうかさ、女子のがすごく高いんだよ。あらあら、ブレントって名前が女っぽい字で壁に書かれてるし、それになんかこの隠れ家最高にいい匂いがするんだよ。あらあら、そうか、とにかく手がかりになりそうなものは写真で送ってくれ。じゃあね、わかんの？じゃあもうちょっと撮っときましょう。もうちょいね、お兄ちゃん送りましょう。うん、下着は取ったんで。本気か？ジェーンエアを読む連続殺人鬼。いいじゃん、殺人鬼だってロマンスくらい読むだろう。ブーツ。ま、なんで女の靴だと思ったのかは分かった。だろ、これってサイズマイナスとか。お花入れで、これね、名前っぽいの。ブレントって誰だ？さ、誰だろうな。これは触れはしないのかな？待てて、今見てる。下着が落ちてありますね。ま、これもすごいっちゃすごいな。ん？おう。確かにすごいな。あまり期待はできないが、この写真をデータベースに入れてブレントで検索してみるか、ヒットするかも。なるほど。で、私は？もし煙とレーザー両方あったらリビングでレーザーショーとかできるじゃん。それはいいパワーの使い方だな。兄貴、あのさ、ブラのこと考えてたんだけど。お前な、やめろ。本気でよせ。なあ、オーグスティンのとこに着いたらさ、バンって。いや、今そういう時じゃないのよ。ちょっと倒すんだ。今違う。あ、ちょっと死ぬ。ちょっとそういうことじゃなくて。強いいプラン。よし。もし煙とレーザー両方あったらリビングでレーザーショーとかできるじゃん。それはいいパワーの使い方だな。装甲車がね、強くなってるんですよね。兄貴、あのさ、マシンガンみたいな。裏のこと考えてたんだけど。お前な、やめろ。本気でよせ。ん？つなげ？なあ、オーグスティンのとこに着いたらさ、バンって煙出して、驚いたところビビッとレーザーで倒すんだ。いいプランだな。おい、写真がヒットしたぞ。名前はブレント・ウォーカー。2年前に薬物所持で一度だけ逮捕されてる。しかもその2ヶ月後に路地で死体で見つかってる。死因は得体の知れない凶器で胸を刺されたことだ。路地の場所を送るぞ。こいつ明らかにドラッグディーラーを恨んでるな。ああ、そうみたいだな。けど変じゃないか。ドラッグディーラーを殺してるだけなら、なんで手当たり次第に殺してるかのように報道してんだよ。無差別みたいに。な、何が言いたい？だからDUP は無差別殺人じゃないってことを知らせたいはずだろ。ドラッグディーラーじゃなきゃ安全だぞって。そうすればパニックも収まる。それはつまりなんだ、わざと怖がらせてるって言いたいのか？パニックを抑えるのが仕事だろ。よし、路地に着いた。けどがっちり武装したやつだらけだ。ドラッグの取引。お前ここで何してる？警官としての意見だが、犯罪現場を目撃した場合は止めようとするのが市民の義務。すごい銃のビュ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 。大丈夫。あ、いや大丈夫。殺せとは言ってないだろう。ただ捕まえて痛い目見せてドラッグを処分してくれ。ただし銃声がしたぞ。殺したのか？俺は市民のやることやったけど、奴らも犯罪者のやることやってただろう。ん？くそ、路地の門に鍵。お。わあ、すごい綺麗。これすげえよ。あのスナイパーもアーティストだった。しかもいいセンスしてる。おい、綺麗だね。でも殺人犯でもあるんだぞ。なあ、そっちの腕も相当いい。
綺麗な祭壇まで作っちゃってちょっとジーンときたかも。まあでもまだ意図がわからないけどな。うん、ブレントブレントブレント、はい、またブレント。たくブレントしかないのかよ。確かに全部ブレントだね。見ろよ、彼女は渦巻きを作るのがうまい。どれ？確かに綺麗ですね、なんか。これはずっとこうなのかな。さて、これはツアーのハイライトに来たっぽいぞ。これはまた半端なくすごいな。オッケー、ってことは彼女は料理をテイクアウトして、うん、ここへ来てネオンブレントと仲良くおしゃべりしながら飯食ってるわけか。そうだ、オラフだったらアラスカンウェイにも店がある。街でも一番でかいネオンのサインがついてる。もし俺にネオンのパワーがあって腹が減ってたらそこ行くだろうな。今から向かう。追いますか。お、光を追ってミッションクリア。なるほど。こんな修行ができないね。よし、じゃあ一旦今回はこの辺にして、次回またネオンの、やつを追おうかなと思います。ありがとうございました。